はい、どうもこんにちは、ジュです。ということで今日はですね、久々にお昼に撮影をしております。まあ若干ねテンションが高いかもしれないです。今回はですね、アニバのおかわりくんの育成が完了しましたので、使っていこうと思うんですが、まずですねミートが75っていう部分で、シリーズ1が65だったんで、まあ10アップしてると。これはめちゃくちゃ最高ですね。通常のシリーズ2のおかわりくんだと74なんですけど、まあそれでもね本当に爆上げって感じですよね。で今回はですね、まあ A ランクが2枚あるんですけど、称号はまあ1枚だけ使ってやろうかなと思います。1回だけですね。まあ正直これだけの能力があれば、まあパワーでもミートでもどっちでもいいかなって感じなんで、まあ極意称なしでいこうかなと思います。では行きましょう。お願いします。はい、さあ何が来る。星は1つ。あ、2つコンタクトヒッター。あ、いいんじゃないですかね。ミートが上がるんでこれはバッチリですね。まあパワーは80以上あればいいかなと思うんで、ミートが3上がるっていうのは結構最高かもしれないです。さらにこれは打ちやすくなったんじゃないですかね。さあではやっていきましょう。お相手の方は強いですね。いや待って、画面動かない。どうしよう。あ、動いた。待ってね、待って、動かない。え、どういうことだこれ。最近なんか動かないことあるんですよね。よし動いた。やば、焦りますね。さあおかわりくんで一発コンタクトヒッター。低めボール。あ、そっか、写真変えてるんだ。これが4球目。打ちました。よしよしよし。コンタクトヒッターっぽいですね。まあ OKOK、動画のデビュー戦はヒットですね。OK です。初球は何から入ってくるか。まずはアウトコース。変化量すごいな、ボールシンガーのツーシーム。ボールには気をつけたいですね。そうですね。まあ球速が、ちょっと待って、全然動かない。どうしよう、どうしたんだろうこれ。作戦を押すと戻りますね。もちろん警察狙い、やばい、焦る。外に逃げるようなボールでした。さあ来い、ボール球ゲット。2にはならない、助かった。危ね、少し流れてくれたから。あ、源田さんをねもう早速使っております。育成は全然終わってはいないんですけど、まあ守備がねショート88ってことでもう早速使っております。で代打で中地を出すって感じで。ちょっと待って、全然動かない。どうしよう、作戦押さないと動かない。これどうしたらいいんだろう。お相手の方にすごい迷惑ですよね。やべ、詰まりながらもセンターへ。さあここはゼロでいっちゃうとかなりやばいかなと思うんで、まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですね。反応した。よし、よく見ましたね。ブーマーならやれるよ、絶好調男。次が3球目。外の低め見極めます。ここはどうなんだ。打った、よし超えた、ナイス。まずは1点、そしてツーベース。ベースいいですね。終わり6部だからな、相当強いっすよ。インサイド落ちました。うわ、ペアなら長打になってたかもしれませんね。そうですよね。低め、これは外れた。いやでもツーアウトだからな。インコース抜けました、いい当たり。あぶねー、おー、ビビった今。うわタイムリーとはマジか。三振で攻撃を終えました。ベイスターズの攻撃、6番バッター中田。さあボルシンガー打ち崩して、オカリ君まで最終回です。行きましょう。初球ボール。引っ張った。よーし、いいね。うわ、アウトにならないでよ。おー、意外と余裕だった。この場面で打席には尾形が入っています。さあ、得点圏には引き離すタイガース。うわ、宮西さん来た。最近めちゃくちゃ多いですね。もうね、苦手です。苦手っていうか強い。このボールは見送るのが正解。ボール。
ハイピンついてますよね。もう一回インローに持ってきました。ツーボールワンストライクです。うわー曲がるな。よし、タイピンチない。これはチャンス。ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。この場面でさらに引き離すことができれば気分的にも楽になります。今のはよく見ましたね。意外と宮西投手のストレートが詰まるんですよね。うおー来たー。マジか。ああいう当て方でいいんだ。なんか今すごい感覚をつかんだ気がします。どうしてもね、宮西投手のスラーブが全然打てなかったんですけど、あんな感じですね。感覚はすごい分かるような気がしました。今いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。変化量マイナス1か。次は2球目は何で来るか。いやー全然曲がんない。3球目は何で来るか。よし完璧。さあおかわり君行きましょう。ここは打とう。先ほどの打席はセンターへ一本見せないと。ああ交代か。ドリス。ピッチャーが変わります。右バッターが。さあアーチスト選抜出ております。いいですね。まずはインコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。うわっとやばい、追い込まれた。ドリスなんかいつも打てないですね。うわやっちゃった。おかわり君2打席打てなかった。さあやっていきましょう。松井投手ですね、先発では初めてかもしれないです。対戦は初球大きく結構チェンジアップに気をつけないとすごい落ちるんで、これですね。ここら辺からボールになるんで。あーカットか。やばい、スライダーだと思ってた。次が4球目。インサイド落ちました。ナイスバッティング。コンタクトヒッターっぽいですね。はい。2番に入っている山田。打球が上がらなかった。ヒットでランナーを一塁に置いています。おボール球か。いやー落ちるな。本当に気をつけないといけない。打席には源田。さあ源田さん。さあ一打先制のチャンス。まあやはり先制すること。まあちょっとさっきの試合使うかまだ分かんないんで、もう一回説明しようと思うんですけど、源田さん、あの育成が全然進んでないんですけども、もう早速ね使い始めてます。守備がね88なんで。入るか入らないかというのはね。おお。マジか。さあブーマー。絶好調男。しばらく言うと思います。めっちゃ打てるから本当に。今度はしっかりつなげて先制。ボール球、おー抜けた。バッターボックスには山川が入っています。さあなおもチャンスで。パワーで持ってったって感じですね、ボール球を。この前に続いて先制してしまいたいですね。なるほど、そうですよね。ああ入るか。あのスライブちょっと難しいな。変化量が微妙ですよね。そうですね。今のはバッターよく見ましたよね。はい。やっちゃった、抜けた。もうどんだけボール球打つんだ自分。やばいですね。まあなんとか助かってるって感じです。たまらないよ、気をつけたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。これが2球目。よし、いやすごい変化量だ。これが3球目。もう1回持ってきました。バッテリー苦しくなってきました。4球目は何で来るか。ナイスバッティング、超えたかな。ナイス。さああとは本当にね、おかわり君で一発打つだけなんですけど、まあここはおかわり君まで回せますかね。バファローズピッチャーが変わります。右バッター、また宮西投手か。もう2戦連続、3戦連続ぐらいですかね。きついな。まずは見送ります。まあでもちょっとさっきの試合で打ち方はちょっとコツをつかんだ感じがあるんで。よし、この球は見送ります。わお、まあ、スラーブはボールの斜め下あたりを叩くような感じですかね。ナイスバッティング。
さあもうちょい打てばもう一回岡陸まで回ります。最初は変化球できました。まあ、やっぱりランク戦は対戦しないとその投手のこう曲がりの癖っていうか癖って打ち方みたいなものがわからないんで、何回も対戦するのがやっぱりいいですよね。これが4球目。うわーゲッツだ。うわーマジか。カットしようかなと思ってたんですが、まあ山うわうまいなさあこれでおかわり君に回ってきますね。ベイスターズリードで迎える最初のバッターボックスには代打のカブレラ。まあ少しでもリードを大きくしたいですよね。うわ全然曲がんない。気をつけよう。ナイスバッテン。いや打球がでも上がらないんだよな。打順は1番に帰ります。上がらない感覚がすごいあります。先ほどの打席でヒットを放っています。また交代か。さっきの試合もそうだった。バファローズピッチャーが変わります。しかも山安右バッター。うわ打てるかな。まあツーシームあたりをしっかり狙っていきたいな。最初は変化球できました。ボールになります。うわフェアいやなかなか出ないな一本が。この場面で打席には山田が入ります。さあ追加点の欲しい場面、まあ、いや打っていきましょう。この場面でさらに引き離すことができれば気分的にも楽になります。レフトへ。ナイスバッティング。ベイスターズ。いやいいですね。あと2点。ここで一発出れば強制か。やべタイピンチか。うわレフト線持っていった。バッターは今日 DH に入っている。さあブーマーが試合決めるかな。先ほどの打席でヒットを放っています。打ちました。おうまあどっちにも打てるって感じですね。ブーマーは流しても引っ張っても全然 OK って感じですね。点差ですがまだまだ攻撃の手を緩めません。この球は来るのが分かっていても手が出ません。マジか。すげえとこに飛んでた。さらにダメ。追加点が入りました。 DeNA ベイスターズ11対。やべやっちゃったわ。やべ見逃し三振。マジか。スリーボールツーストライクと追い込みました。うわおいかれた。マジか。やべ負けた。DeNA ベイスターズ大敗戦。さあということでやってきますか。変化量マイナス1ですね。アニバの西さんでございます。初球わずかに外れてボール。一発が欲しい本当に。あーよく見ましたね。はいボール先行です。もったいねー。いい当たり。変化量マイナス1なんでほとんど動かないって考えてもいいような気がする。ボールカウントは2ボール1ストライクです。よしよしよし。あー入んねー。マジか。とりあえずはでもいいバッティングでしたね。オッケー。得点圏には先制のランナーを置いています。まあ先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほどそうですね。あぶね振り振れた。この場面打席には源田が入ります。さあチャンスが続きます。まあしっかりつないでますんでここはしっかり得点しておきたいですね。なるほど最高能力完璧でございます。まず際どいコースをついてきました。2球目は何で来るか。外へのスライダー。ここは見極めています。動きやすい場面ですからねここは。
うわお。ダメだな、スライダー系ほんとファールにしちゃいますね僕。よし、これでフルカウント、ランナーはどうするでしょうか。怖いわ、見逃すのが。ナイスバッティング。大きな打球になった。山田さんも行くか。ナイス。さあブーマー、初球は何で来るか。初球ボール。いやー、やっぱブーマーだわ。すげえ。いや、山川さんの本当1段2段ぐらい数段上ですね、打ちやすさ。すごい。山川さんも打ちやすいですけど、すごいわ。ワンアウトになっています。よし、いいね。まあ、やっぱりスタミナが少し減ると高速スライダーの回転が少し少なくなるんで、まあ分かりやすくなると。ホークスピッチャーが変わります。右バッターが続く。高津さんじゃないですか、やば。インサイド落ちました。めっちゃ落ちる、やべ。ベイスターズの攻撃、打席には1番バッター。さあ2回表はおかわり君にもう一回回ってきますね。ベイスターズで迎える最終回です。やべえな、すげえ落ちる。ゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。低めの変化球です。あー、2種類あるんだ、気をつけよう。ワンボールツーストライク。低めの変化球は決まりません。いいですね、すごい打ちにくい。仕留められるか。やべ、わお。これはガーンですね、マジか。ここで打席には甲斐が入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。バッターボックスには代打のカブレラ。さあカブレラのフォロースルーもそろそろもう一回見たい。全然見れてないんで。ナイスきたー、いいっすね、久々に打てましたカブレラで。さあ続こう。バッターとしてはどういう特徴がありますか。次は入るんだ。そろそろスタミナがないのかな。難しいボールでも長打にできる楽しいバッターですね。いや、まあいいんですけどね。ヒットはいいんだけどな、なかなかボールが今日は飛ばないですね。はい、先ほどの打席はセンターへ。ちょっとこれは嫌ですね。千賀さんのストレート地味になんか早いんですよね。最初は変化球できました。中継ぎで来られるとちょっと嫌かななんて思います。今のはよく見ましたね。あと変化しないスラブとか打ちにくいですね。落ちる球を持ってきました。ストライクが入りません。さあストレートガン張りでございます。4球目は何で来るか。 OK、ガン張りっていうのか、なんていうんだ。バッターボックスには3番中島。まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。あれ、ボール球か、すげえ落ちる。でも7点目ナイス。中島、おかわり君が取ってきました。オーケーオーケー。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。あれ、次はそんな感じ。ちょっとフォークの変化量が分からなくなった。5番山川。てか山川さんの後ろ姿って本当おかわり君にめっちゃ似てますよね。ここで山岡さんか。うわ、系統がすごい。うわ、すごい系統だな。最初は変化球できました。まあ、ドロップカーブがないと思うんでその分少しやりやすいかなとは思うんですけど。打ちました。高く上がった。いって、そのままいって、8点まで入って、うわ、よかった。セーフ。1点追加します。左中バッターは6番中田。先ほどの打席でバッターは中村。さあではまた日産でございます。あー、もったいない。
超コントロールは出てると。よし、今のはバッターよく見ましたよね。振るかどうかすごい迷いました、はい、今のはよく見ましたね、さあ来い、ここだ。いやまたかいやでもしっかりとヒットは打てますね。結構いい感じだと思います。2番に入っている山田、ヒットでランナーを一塁に置いています。外から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね、さあ何を狙っていくか。変化球が低めに外れます。打者の内角を行くような投球でした。いや一瞬ドキッとした。インコース打ちました、いい当たり。さあフルカウントどう来る。完璧だ待てた。そして打席には源田が入ります。さあ一打先手を取りたいですね。なるほど、そうですね。さあ来い、特殊能力全出し、パワー91でございます。ランナーがいると初球も慎重になりますね。あ、やはりそうですか。今のはよく見ましたね。あ、意外と分かるんだなボール球、なるほど今ので分かりました。そうかそうか、いいですね、投げるときちょっと、自分が使うときに気をつけないといけないですね。やばい詰まった。打球はセンターへ。とりあえずは先制 OK、 おかわり君が帰ってきました。1点を先制します。相変わらずやばい。まず何を投げてくるか、まあ、ほとんどリミットブレイクっすよねあのシナリオみたいな。やべえミスった、大は抜けた。この場面打席には山川が入っています。さあチャンスが続きます。まあ、ここは繋ぎました。このオーダーにもちょっとなんか慣れてきましたね。なるほど、そうですよね。ここは最低でも犠牲ぐらいという場面ですね。またインロー見極めてツーボール。うわ抜けたボール球。ここは併殺だけは避けたいですね。そうですね。初球ボールというか今日は本当マッチングがすごいです。5割超えの方にめっちゃ当たってますね今日。5、6回ぐらいかな、下手したらもっと。怖いです本当、ランク戦やっててね、まあ、ヒヤヒヤします。 OK ですね。そうですね、初球は何から入ってくるか。いいコースですが外れています。うわお、すごい、さすが超コントロール。3球目は何で来るか。またボール球か。それでも危ない、4点目。本当ね、ニツさんと対戦するときは選球眼が試されますね。ナイスータイスさん完璧。いやー6点入った。この人からサヨナラホームランが飛び出しました。はい、ということでアニバの山本投手ですね。やっていこう。初球は何で来るか。バッター、結構スプリットも球速があるんですよね。どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況にもよりますが基本的には一発を狙った思い切りのいいバッティングをしてくるバッターですね。あ、なるほど。うわーボール球か、意外と曲がんないんだな。自分が使ってて分かんないっていう山本まずは先頭バッターを打ち取っています。やべやっちゃった。マウンド上のピッチャーは山本、そしてキャッチャーは城島。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャー。3球目打ちました、ツーベース OK。 ここで
打席には源田。いやちょっと源田さんでも打ちたいんですけどね。一斉が完了したらやりますか。バッターボックスには代打の中島。大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、ここは期待に応えたいですね。ここで1点がね、入るか入らないかというのはね、大きな意味がありますからね。さあ、ツーシーム狙っていきますよ。ここはぜひ決めておきたい。え今そんな悪い感じだったかな。バッターボックスにはブーマーが入っています。さあ、まあいいや、ブーマーで打っていきましょう。チャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかりと。いやーブーマーだ、半端ね。いや今どこまで飛んだんだ、画面見てなかった。やばすぎて。すごいなブーマーは。よし、ナイスバッティング。まだ打ちたいぞ。ベイスターズさらに得点を上げ引き離しています。わお、3連発すごいですね。初球ボール、これはびっくりだ。山本投手相手に次が2球目。あー、よく見ましたね。ボール先行です。おー、入るんだ。きましたね。やべ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 、びっくりした。うわ、いいコース決めてきた。あれがちょっと打ちにくないな。球速がすごい速く感じます。あー、惜しい。4連発行きたかったな。まあいっか。バッターボックスは8番太田。ベイスターズこの回4点を入れています。いいですね。それにしてもなおも追加点のチャンスを迎えています。打ちました。ベイスターズ、さあまだ行きましょう。バッターボックスには代打のカブレラ。まあ少しでもリードを大きくしたいですよね。初球ボール。今のはよく見ましたね。はい、ボール先行です。今のはバッターよく見ましたよね。はい、ストライクが入りません。打った、ナイスバッティング。カブレラ本当に上がんない。なんでなんだろう。打順は1番に帰ります。さあ1番に帰ってまいりました。まあ序盤でここで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。やべえ、ボール球だった。いいとこでここで1本出たら終わりだったのに。よし、いいね。あー落ちたか。あーこれは間に合わないかな、さすがに。さあということでコールドで終わることはできなくなりました。なかなか抑えるの難しいな。ベイスターズの攻撃。さあできればですね、山本投手とは2回は対戦したくなかったんですが。ベイスターズリードで迎える最終回です。インコース外れてボール、ボール先行です。おお入るんだ。そっかそっか。あぶねえ空振ってよかった。ツーシームに見えた。ツーシームじゃない、スプリット。やべ振り遅れた。やばい、集中集中。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。12本ぐらい打ちたいですね。あと5本。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。山本まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ストライクです。2球目は何で来るか。よし、2球目打ちました。いいね、高く上がった。これで8本目かな。そしてブーマーお互い特殊能力全出しですね。この場面でさらに、あーカーソルミスってる。落ちて落ちて、よしよしよし、あぶねー、あれーあれーやばい。よし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 、半端ね。あーテンション上がってきた。やばすぎ。さすがに交代か。うわ、野上さんだ。左ピッチャーできましたか。ちょっと早く振りすぎたかなと思ったんですけど、ピッチャーの代わり番の初球狙ってきましたね。
打席には6番バッター中田。先ほどの打席で、おー、翔さん、あ、惜しい。翔さんも絶好調ですね。バッターボックス尾形。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。まずは見送ります。ワンボール。わあ、すげえ落ちた。8番バッター、あと1点、あと1本だけ打てば勝てる。ヒットを放っています。ベイスターズこの回7人目のバッター、初球打ち。やべえ、フォースが予想よりも落ちる、そうですね、想像よりも落ちる。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、すぐに追い込みました。うん、今のはバッターよく見ましたよね。はい、インコースを厳しく攻めます。これが5球目。ストレート、よし、翔さん帰ってこい。よし、ベイスターズ今日は守備で交代してそのまま出場している。はい、ということで皆様対戦ありがとうございました。いやー、やっぱりですね、ブーマー半端ないですね。まあ今後もですね、新おかわり君をガンガン使っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで最後までご覧いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。